まあ、雑談なんですね。まあ、YouTube も人気がある人がやっぱりいないとね、広告収入がないと、私なんかただ上げてるだけだから、何もね、Google に還元できてないんだけども、悪いなと思うんですけどね。無料でサービスしてもらってる、広告つけてるわけだけど、私の場合人気ないから、広告ついてないでしょ。何の還元も、還元なく、その Google さんにもね、何もできてない。サーバー代がね、タダで使わせてもらってるのはありがたいなと思ってます、そこはね。まあ、やっぱり大手さんがいないと、なかなかね、その、YouTube も動画見てもらったり、上げることが難しいですよね。あと、スポンサー企業がないとね、難しいですよね。まあ、コマーシャル、まあ、なるべくね、まあ、無料で見てる人とか、まあ、見てあげるとかしいんだけど、見た方がいいと思いますね。プレミアム入ってる人はお金払ってるからね。まあ、その人たちはスポンサー料みたいなもんだから、私なんか、人気がないから、まあ、そうね。本当に利用させていただいてありがたいなと思うんだけど、ゲーム配信とか、これから配信がね、主力産業っていうか e スポーツとかね、推し活も今問題になってるけど、多分あれも第一歩なんですよ。批判はすることあるけども、なんだっけ、ちょっとね、いいアプリが出てくればいいんだけど、今ちょっとないよね。ドライブ配信してる人いるんだけど、あと、心霊配信と。ああいうのはいいんじゃないかなと思うんだけどね。私は、親が悪い時とか、行ったことないとこはやっぱり、ね、配信で見せてもらえるっていうのはありがたいなと思うんだけど。出かけた気分になるでしょ。ね、昔は絶対そういうのは、ね、自分のお金使っていかないと、体力もいるし、ね、そう、休みがいっぱいないと。だから、いろんな人がね、あちこち配信したり、お出かけした YouTube とかで、他のアプリ作ってくれるのはありがたいな。あれはね、なくなったらいけないんだよね。と思うんだけどね。でも、死活も行き過ぎたら、ほら、パチンコじゃないけど、破産する人もいるんでね。それをやりすぎると、やっぱ規制とかになっちゃうから、なるべくルールはやった方がいいよね。その財布の以上には使わないとか、そうじゃないとやっぱり、その、配信アプリが続いていかないな、やっぱりな。今から先は外でも働くのとか、男女で結婚するとか、そういうのもないんですね。まあ、同性だったり、たまに会うだけの、ね、恋人同士だったり、そんな昔ほどはベタベタじゃなくて、趣味を生かしたような生活スタイルにやっていくんですよ。2025ぐらいだと思うんだけどね。外国はちょっと早いんだけど、日本はちょっと遅れてるもんでね。ヨーロッパなんか e スポーツが主力産業じゃないけど、証券取引所みたいなのあるもんだからね。日本だけなんです、やってないの。アメリカとはあったかな。もう他の国は自動化が進んでるんですよ、だいぶ。ね、同性とか異性とか子育ての見本ぐらいですね、はっきり言うとね。
なんか所得が差がすごい激しいのも日本だけね。うん、ちょっと日本は超えてしまったね。うん、逆方向に住んでるけどね。みたいな。まあ脱炭素は大変。